はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は 3D モデリングの授業をしていきたいと思います。今日はですね、 iPad のフォージャーっていうアプリを使って 3D でウサギちゃんを作っていきたいと思います。で、それをですね、なんと 3D プリンターを購入しまして、こうね、立体的なものを実際に作っていこうっていう授業をですね、やっていきたいと思います。はい、こんな感じで、こんな感じの立体的なね、ウサギちゃんを作っていきたいと思います。これ無料アプリなので、使い方今日お見せするので、ぜひ皆さんもですね、一緒にやっていただきたいなと思います。で、今日 3D プリンターを用意してくれた方がいらっしゃるんですけれども、それはですね、 iPad Mate NFT のホルダーさんですね、が3D に詳しい方がいてですね、一緒にやりましょうということで来てくれました。佐藤さんでございます。佐藤です、よろしくお願いします。はい、佐藤さんですね。今 NFT 買ってくれた人がですね、コミュニティに入れるんですけれども、そこでまあいろいろやり取りをしていく中で、一緒に 3D の授業やりませんかっていう話になって、佐藤さん今日来ていただいてですね、今 iPad Mate のコミュニティでこんな感じでいろんな人とつながってるんですけど、今ちょっと iPad Mate の NFT がめちゃくちゃ高騰してて人気すぎて買えない状況になってるんですけど、4月14日の私の誕生日にですね、ジェネラティブって言って1000体とか2000体とか、ちょっとまだ個数決まってないんですけど、一気にいたします。で、もっと安くで買えるようになるので、それ買ったらコミュニティに入れるようになるので、ぜひ興味ある人はですね、 NFT を買う準備していただければいいかなと思います。メタマスクっていうのをですね、解説しなきゃいけないんですけど、そのやり方とかは概要欄の方に載っけておきますので、よかったらそれ見ながらですね、講座とか解説してもらって準備していただけると嬉しいなと思います。はい、ということで早速授業やっていきましょうか。準備 OK? はい、じゃあやっていきます。今日はウサギの形を作っていきたいと思います。こういう感じでウサギ作っていくんだけど、これめっちゃ簡単で、粘土みたいな感じでこうブイってやったら形が出てきたりするのね。先に教えても、先にやり方教える。みんなこの画面になってますか？最初、はい、OK、早く作り方で、モデルとスカルプトっていうのがあるから、うん、このスカルプトを押してください、はい、スカルプトで、真ん中の球体っていうのを押してください、はい、ここ見てください、ここここが作るときに使うツールですね。じゃあ最初ムーブとか触ってみようか。ムーブ押した？で、ムーブ押してギュッてミュってやったら形できる？やばいでしょ、めっちゃ気持ち悪いニューってやったらいっぱい出てきます。ここのサイズが決められるのね。で、これをアップしたらギューってやったら大きく出てきます。で、ちっちゃくするとピュッてやって細いのが出てくる。 OK? で、めっちゃ細い角出したかったらここめっちゃちっちゃくする。でも一気に動かしたい時は大きくしてギュッとやる。そしたらもう全体的に膨らむね。ムーブができたら次クレイ行こうか。クレイ、ここクレイっての押してください。クレイ押してぐる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 ってやってみて。ぐる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 ってやったらクレイは粘土がぐちゅぐちゅってつながっていくような感じ。あ、そうクレイ。次はフラットってやつ、これは削れます。フラットは削れる。こうやってやってくるくるくるってやったらこれがフラットです。削れていきます。これフラットね。フラットってやつはもう押せば押すほどどんどんなくなっていきます。ちょっとみんないろいろなボタンを使ってみてね。いろいろなボタンを押してみて。で、こうやってね、ボコボコになってる時はスムーズこれでなぞるとツルツルになっていきます。あ、じゃあちょっとみんな印刷見に行こっか。みんな集まれ、見て見て、こんな感じで 3D をプリントされてるの。今なんか送られたデータが現実化してるっていう見て見て、なんか今日作ったモデルはこうやってみんなの分頑張って印刷するから、また1月末に渡せるかなって。これがだいたいこれぐらいのサイズなんだけど、これで10分でできます。ただみんなたくさんいるから
なさ、近いところに。そういうことな。これ作ったやつ保存。これで10分。これはね、大きなもん。よし、じゃあウサギ行きましょう。じゃあもう一回球体ってやつを押します。で、みんなここにウサギを描いていってもらいます。まずじゃあ耳からいきましょうか。耳作るときはムーブ、ムーブを押してください。ミューインって。ウサギの耳をまずこうやって作ります。あ、こんな感じでいきましょうかね。はい、こんな感じ。ウサギの耳だけとりあえずキュッて生やしてください。こんな感じで。あ、もうちょっといけ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 。見たらわかると思うんやけど、ウサギの顔ってさ、前にギュッて出てんの。こうやってシュッて出てんの。こう横に向けて、横向けんのね。まっすぐじゃなくて横向けた状態でギューって前に出すの。こうやって横向けた状態でギュッて前に出す、前に出す、前に出す。そうするとちょっとロケットみたいになります。まっすぐ向けて横に引っ張ったら顔が太くなる。まっすぐ向けて横に引っ張ったら顔が太くなる。難しい。で、ほっぺたを作りたい。ほっぺた、こにょこにょこにょっとの。あ、さっき難しかったね。なんでもいい、ウサギじゃなくてもいいし、なんか作れそうなのないかな。そうね、それでもいいかも。それで猿にするの。頭良すぎやろ。あ、いい感じになってきたよ、内先生の。ほら、ちょっとほっぺたをさ、ぷくっとさせたわけですよ。やばい、戻ってきた。花、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 小さい。はい、見て、はい、見えへん、見えへん。このお父さんはそんなでかさになるのか。みんなこんな感じになるそうです。これでさ、多分なんか絵の具みたいなんで塗ったらウサギみたいになる。ナナ、見てこれ。目とさ、一緒に頭を動くと思ったらさ、目だけなんかさ、動いた。早く印刷したい。あ、いいじゃん、いいじゃん。かっこいい。佐藤さん、はい、これって印刷できる？いけると思います。いけるって言って、だってここさ、こんなんいけるまあ、やってみましょう。やった、やった。え、すごい。じゃあ早く。ほんまにこれでいい？ほんまにこれでいい？うん。一人一個や、もうない。ほんまにこれでいい？もうない、あかんで、もうあかんで。これ一個だけや。なんで？これが最高。ハルくんのこれが最高。知らない。違うんだ。違うんだ。もし後悔しないようにほんまに、まあ、上手やけどさ。ここさ、だってさ、スムーズでさ、あれしなくていいの。え、もうこういう感じがいいの。こういう感じがいいの。え、もうしたらこうなった。したらこうなったんや。したら。オッケー。じゃあこれ、ポケモンの新キャラで。そうや。目いきますわ、みち先生。目はね、クレイ。あ、鼻からいこうかな。鼻をこうキュッ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 てやると、ほら、鼻はちょっとでいい。ねえねえ、自動ホルモン怖い怖い。ちょっとリアルすぎて気持ち悪くなってきちゃう。オッケー、耳助けに行こう。あ、全部全部完了。めっちゃいい感じ。こちゃん何やらしてもらえるの。うわ、おさるヘルプ。もうちょっと上のバッコパ。じゃあ前
から見たら押されてる。斜めから。角度が大事ね。はい、この状態で。クレイズでここ口んとこキュッてできるよ。クレイズ、この口んとこキュッてやったら穴開く。カラーっていうのがあるからね。カラー押して色付けたらこんな感じで。ちゃんとキャラクター塗ったりとかしたらね。そう、色塗るとねちょっといい感じになるのよ。まずはね、茶色ムーブ、ムーブで。やるやん。お、すごい。たくさんエアドロップでいけるのかな。あ、いけます。あ、いける。それで少し目のとこまで頑張っていこうか。なるできた。見たい。よっしゃ。え、めっちゃ上手なんやけど。見て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 。うわすごすぎる。どっからどう見ても猿。怖い。いや、どっからどう見ても猿だよ。だってどんなんで。スリーディーモデル。何これ。ポケモンやん。え、後ろとか。すごい。後ろ。名前入れて。うわ。うわやばい。やっぱこういうことやるとハルくんはもう才能開花するね。ハルくんすごいやん。これもポケモンにウロか。名前何にする名前。はい、行きました。めいちゃんでーす。おー、あー、いいじゃんいいじゃん、かわいい、いい感じ。はい、ということで今日はこんな感じで授業終わりにしたいと思います。楽しかった？多分とても楽しかった。あのみんなが作ったやつはまた 3D であのこれから出力するから楽しみにしておいてください。 OK ですか？じゃあ皆さんにバイバイしてください。バイバーイ。ありがとうございました。